です。本日はですね、ローリングストーン氏が選びました最高のソングライターランキングというのをちょっと見ていきたいと思います。はい、今までですね、史上最高のアーティスト、名盤、ギタリスト、ベーシスト、ドラマーとかもやりましたね。ボーカリストもやりました。そこでですね、残っていたのがこのソングライターのリストなんですね。作曲視点、これで誰が一番上に来るのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい。まあ、ただですね、例のごとく非常にボリュームが多いんで、まあ、今回もう50位からでいいかなと思ってます。はい。まあ、100位からそうですね、50位ぐらいまでちょろちょろちょろっともう拾いつつ見ていって、50位から1位までをね、しっかり見ていく、そんな感じにしていきたいと思いますよ。はい、ということでですね、トップページ早速、ボブ・ディラン、カート・コバーン、デビッド・ボーイの並びですね。やっぱちょっと作曲が優れているっていう観点になるとね、名盤とかアーティストのランキングともね、違った顔ぶれになるのかなと思ってるんですけども、100位にアバの2人ですね。スウェーデン系の名前、ちゃんと発音できるか自信ないですけど、ヨーン・ウラザースだってんですか、ちょっとごめんなさい。ベニー・アンダーセンなのかな、北欧って。あ、テイラー・スウィフト97位入ってくるんですね。これは今後ね、どん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 順位上がっていく位置なんじゃないですか。97位。ビリー・ジョー・アームストロングね。93位。グリーンデーですね。ここ入ってくるんだね。なるほど。エミネム91位。結構ヒップホップ系のアーティストも入ってきそうな感じしますね。この感じだと。なるほどね。サム・クック86位入ってきました。まあ、サム・クック、もうシンガーのランキングだったりとかさ、アーティスト、偉大なアーティストランキングとかだともっともっともっと上だと思うけど、ね、ソングライターになるとこういう位置になってきて、だから多分全然上の方ね、普段と違う顔ぶれになりそうですよね。この感じだとね。カニエ・ウェストね、84位。2010年代最重要アーティストみたいな。まあ、もう21世紀最重要アーティストみたいなね、空気最近まとってますけども。なるほど、84位。マービン・ゲイ82位。マービン・ゲイ82位なんだ。低く感じちゃいますけどね。あ、で、ビョーク81位。これも面白いですね。ソングライターとしてのビョーク。ちょっとそういう、なんか切り口で今度聞いてみたいな。なるほどね、面白い着眼点。はい。で、77位にアラン・ツーさん入ってますね。アラン・ツーさん、渋い選出。もうニューオーリンズのね、音楽の、なんていうか、もう本当に大御所っていう感じですけども。もう 50s ぐらいからね、R&B のヒット曲とかも持ってて、それでソロとしてもね、ずっと息長く活動されてましたもんね。そういうなんか職業作家みたいな人がどれぐらいの位置に来るかっても気になりますよね。はい。そして、レディエが73位と。これはもうちょっと上でいいんじゃないですかね。レディヘ73位なんだ。なんかその、音の景色とかさ、アルバムのプロダクションとかがやっぱりすごい卓越してるアーティストなわけじゃないですか。だから純粋なソングライティングっていうとこだと、こういう位置になるっていうことなんですかね。ちょっと、俺なりの解釈ですけど。あ、そして、ウォルター・ベッカー&ドナルド・フェイガン。ね、スティーリー・ダンのね、二人だけど。これは低くないか、ソングライターでしょ。もうこの二人、ソングライティングの面で言ったらもう横綱じゃないですか。もう、めちゃくちゃ高度じゃん、この二人。まあ、高度がね、いいってわけでもないけどね、手放しに。でも、いや、超いい曲書くけどな、この二人。71位なんだ。みんなこの二人になりたいんじゃないんですか？シティ・ポップとかやる人とかさ。そして、モリッシーとマーが67位ですね。だからあれなんですね、そのバンド単位で入ってたりもするし、まあ、レディヘってバンドで作ってるもんね。それでこういう、なんか、ソングライティングパートナーシップみたいな。そういう場合は二人で入るんだね。ジョージ・ハリスン、65位入ってきました。はい、そして、カート・コバーン、54位に入ってます。これは低いでしょ。俺はもう、ニルバーナは、なんか、何よりカートのソングライティングだと思うんだけどな。誰の曲にも似てないしね。メロディーもコード進行も、そんでいてキャッチーっていう、フルパッケージの最強のソングライターだと俺は思うんだけどね。54位か。はい。そして51位、ビリー・ディクソン入ってますね。まあ、ブルースの本当にスタンダードをめちゃめちゃ書いた人。多分リストに書いてあるんじゃないかな。まあ、この辺、リトル・レッド・ルースターとか、バックドアマンとか、ブリング・イット・オン・ホームとかね。うん、そういう、もう本当だからあれですよね。シクスティーズのね、ロックやってた白人のお兄ちゃんたちがみんな、彼の曲をカバーしてたって感じですよね。じゃあ、こっから50位なんで、ちゃんとしっかり、見ていきたいと思います。ビリー・ジョエルですね、まずね。入りますよね、この人はね。ビリー・ジョエルでもなんかこういうリストで見るの初めてだな。いいですね。ビリー・ジョエルのコード進行、おしゃれだもんな。マイ・ライフ？マイ・ライフのキーボードこの間ちょっとなんかコピーしたんですよ。で、冒頭のね、フレーズとか、もうすげえ、和製の動き綺麗で、まあ、やっぱちょっとただものじゃないなってね、思ったんですよね、今一度。
続いて49位にドン・ヘンリーとグレン・フライ、この二人でのランクインということで、イーグルスのね、ソングライターですね。名曲ばっかりだもんな、イーグルスは。そりゃ入るよな。ね、この辺見るとね。まあ、ホテルカリフォルニアも間違いないしね、テキーラサンライズ、ニューキッドインターン。いや、ニューキッドインターンのコード進行マジでオシャレなんだよな。そして48位、エルドン・ジョンとバーニー・トーピンですね。これもまあ、ほとんどの人が、もちろん知ってる情報だと思うんですけど、ちょっと改めて説明すると、バーニー・トーピンっていう方がエルドン・ジョンの詩をほとんどの時期で書いてるんですよ。実はなんかこのソングライターチームなんですね、エルトン・ジョンの曲って。エルトン・ジョンとバーニー・トーピン低くないかな。でも俺マジでこれちょっとトップ10ぐらいの人たちだと思うんだけど、なんかそれぐらい隙がない作曲だと思うんですね、エルトン・ジョンって。まあ、コード進行もう逃げがない作曲っていうかさ、尾行に逃げないでちゃんとすげえのを作れるっていうかね。はい、47位ニール・ダイヤモンド。こういうちょっとなんか甘めのヒット曲たくさんありますみたいな人も、そっか、入ってくる感じのリストになりそうですね。はい、そしてノーマン・ウィットフィールド&バレット・ストロング、モータウンの曲作ってた二人ですね。うん、まあ、なんかモータウンほんとね、ヒット曲生産工場みたいな感じでさ、もうこのね、それぞれのパートをだから担当してる人がいるわけじゃないですか。まあ、表役のね、アーティストさん、まあ、ボーカリストさんですけど、多くの場合は、がいて、それでこのね、ファンクブラザーズが演奏を務めて、そして裏にはこういうね、曲作ってた人たちがいると。まあ、この二人だと、有名なのここにも書いてあるけど、マネーとかね、ビートルズとかストーンズもカバーしてましたね。そしてあと、I Heard It Through the Grapevine、マービン・ゲイのバージョン有名ですね。そのあたり、まあ、入ってきますね、こういうとこに。続いて、ロビー・ロバートソン。まあ、この人も入るよな。ザ・バンドですね、ザ・バンドギタリスト。ねえ、まあ、ザ・バンドの曲ね、別に全部この人が書いてたわけじゃないんだけど、まあ、名曲の大部分ね、ここに書いてありますね。 The Weight、 まあ、Weight 作った時点でもうやべえからな。そして King Harvest とか、うん、いい曲ね。 The Night They Drove Old Dixie Down とか、まあね、もう名だたる名曲書いてきた人ですね。続いて44位、ジミー・ウェッブ。この人はあれですね、ソロでもやりつつ、曲提供もしまくって、でもなんか両方うまくいっちゃったみたいなタイプですよね。最強のシンガーソングライターの形態。はい、ジミー・ウェッブ44位。まあ、いい作曲家の代表みたいな感じですね。43位、ジョニー・キャッシュ。ジョニー・キャッシュはもっと上でいい気もするけどな。作曲家としてのジョニー・キャッシュは巨大じゃないですか？ね、I Walk the Line とかね。はい、そして42位、スライ・ストーン。作曲家としてのスライ・ストーン。いや、彼もね、でも、ほんと、いい曲書きますよね。あえてだからその、ファンクネスとかじゃなくて、作曲ってところで彼を語ると、If You Want Me To Stay とか、ああいうのもちゃんとしっかり書きますもんね、この人ね。Hot Fun In The Summer Time とかさ、なんかそういうね、ファンクネスだけじゃないところでも、まあもちろんそういう曲もめっちゃファンキーなんだけどね、なんかちゃんと勝負できるっていう。はい。そして、マックス・マーティン。マックス・マーティン入ってくるんですね。マックス・マーティンなんか、面白いな、ここ入ってくるの。この人さ、だってキャリアも本当に何年ぐらいなんだろう。25年ぐらい。多分 90s からですよね。やってて、この間、ウィークエンドとかに曲さ提供したりとか、もうずっと一線でやってるもんね。まだ若いからもっともっと名曲書くんでしょうね。続いて、あ、ジョン・フォガーティ。まあ、これは入るよね。この人の作曲は本当にすごいと思う。めちゃくちゃシンプルで、コード3つ4つとかでさ、もうみんなが歌える曲書くもんね。プラウド・メアリーとかめちゃくちゃすげえもんな。あれ、なんかティナ・ターナーがカバーしてるけど、やっぱなんか R&B のね、アーティストにカバーされた曲とかってちょっと本物感増しますよね。なんか崩しまくって歌ってもいい曲みたいな。そして39位、デビッド・ボーイ。なるほど。デビッド・ボーイこの位置か。もっと上じゃないんだね。この人、マジで曲、すごいけどな。本当に変なんですよね、コード進行がね。めちゃくちゃ外してくるっていう。かなりトリッキーなことやるけど、でもなんかメロはキャッチーですもんね。はい。そして、アルグリーン38。まあ、納得、これは。38、リアル、アルグリーン。まあ、めちゃくちゃいい曲書きますね。ラブ&ハピネスとかね。まあ、やっぱあと、レッツステイトギャザーか。まあ、あの辺はもう、本当に、チカチだもんな。はい、続いて、ジャクソン・ブラウン。なるほど。やっぱこういうアーティスト強くなるよね。シンガー・ソングライター系のね。これも間違いないっすね。なるほど、ね。ちょっとなんか傾向が見えてきた気もする。はい、そして、ジェリー・ガルシア&ロバート・ハンター。これはグレートフル・デッドのね、ソングライティングになってた二人。なるほどですね。本
当にグレートフルデッドはもうどのリストでもこの辺にいるという強さ、アメリカでの強さあるね。ボノ&ジエッジ、はい、U2 の二人ですね。まあこれも入りますね。これは絶対に。しっかりオールラウンドにね、バラードからね、ロックから書きますからね、ワンとかね、Where the Streets Have No Name、 マジでいい曲。うん、幅広さがやっぱすごいな、U2 は。はい、34位にマイケル・ジャクソン。なるほど。作曲家としてのマイケル・ジャクソン、これ面白いですよね。まあ、なんかマイケルのアルバムってもうその業界の、最高の技術持ってる人たち、才能持ってる人たちがもう各部門を、湧き固めて、もう最高のもん作るみたいな。なんかちょっとなんか、言ってしまったら、ハリウッドの、ブロックバスターの映画ぐらい、鉄壁の布陣で作ってると思うんですよ。だから、その、曲とかに関しても、その、マイケル単品で作ってるのももちろんあるんだけど、なんかいろんな人のアイディアがね、入ってたりとか、そういうところあんまり、なんだろうね、垣根なくやってるタイプだと思うんだけど、まあ、ビートルズとかってちょっと排他的なわけじゃないですか。他の人がなんか作曲で参加するみたいなことないでしょ。マイケルとかめっちゃオープンですよね。だからある意味ちょっと現代的っていうか、最近の、ね、ポップスの人とか、プロデューサーたくさんいて、その、なんていうの、なんかもういろんな人が曲書いてるみたいなパターン多いじゃないですか。もうマジで総力結集して一個作るぞ、みたいな。なんかそういうのね、先駆けてやってたっていう面白さありますよね。でもやっぱ彼の作曲の部分の貢献絶対ね、でかかったと思うんですよ。ちゃんとマスターマインドとしてなんか自分の作品をなんかさばいてたんだろうね。まあ、どこまでただ、本当にどこまでなんかその、いろいろやってたのかっていうのはあんまり、俺はまだ見えてきてないんだけど、詳しい人いたら教えてほしいですね。マイケルの作曲の関与ってどこまでやってんのか。まあでも納得ですね、34位。はい。そして、33位、マール・ハガード。これ、カントリーの人ですね。こういう人入ってくるんだね、33位。なるほど。この人、まあギタリストとしてもすげえ楽しいんだけど、結構ロックファンの人でもね、あんまり臭みがないカントリーだから、聞きやすいと思います。なんか南部とかさ、ナッシュビルとか、そういうところの出身じゃなくて、この人カリフォルニアの人なんですよね。なんだろう、土臭すぎない、割と入りやすいカントリーな気がします。バート・バカラック&ハル・デイビッド。もうバート・バカラック、ハル・デイビッドって言ったら、まあもうね、めちゃくちゃいい作曲家の代名詞みたいなね。大滝さんの本とか読んでるとね、よく名前出てくるんですけどね。バカラックのこのメロディーが、とかね。この人の曲はでも本当に面白いです。なんかすげえ変わったことやる。俺好きなのは、アリサ・フランクリンの I Saw a Little Prayer っていう、なんか途中で変拍子になるんですよね。なんかそういう発想、すげえ面白い。でもすげえ自然に入ってくるんだけどね、そういう、ちょっと変わった技巧的なことやっても。まあ、間違いなすぎます、この二人は。はい。続いて、ドリー・パートン。はい。この人も入ってくる。この人、で、見てください。3000曲。ね、3000曲書いたんだ。そして、20曲がカントリーナンバーワンになってると。まあ、この人、なんだろう。でも、カントリーそこまで熱心に聴いてないっていう人でも、多分知ってる曲あると思うんですよ。ジョリーンとか。ね、いろんな人カバーしてるしね。なるほどですね。続いて、29位にピート・タウンゼンド。ね、これ、まあ、入りますね。絶対に29位かでももっと上でもいいと思うけどなぁ。まあピートのね、作風で言うとなんかサス4、ドレミで言うとだからドーファーソーのコードですね。ちょっと緊張感があるコード、めちゃくちゃ使うの上手いんですよ。多分サス4の使い方だったらもうトップクラスなんじゃないですかね。なんかここまでサス4をメインに据えてる作曲家ってあんまいないと思うんだけど、めちゃくちゃ独自性のある。はい。続いて、バディ・ホリー。バディ・ホリー入ってきますね。なんか本当にその、なんかビートルズ以降のロックのさ、作曲とかへの影響みたいな、ものすごいよね。まあ本当になんだろうね、結構些細な点かもしれないけど、ペギー数で一瞬コードが C に行くところかな ?A の曲なのに、フラットの、3ですかね。はい。なんかそういうちょっと変わったコード一瞬だけ入れるみたいな。そういうひねりの加え方ってやっぱビートルズとかめちゃくちゃ発展させてった点だと思うんだけど、まあそういうのね、めっちゃ早い時期からやってるってとこなんだと思います僕は。はい。続いてウディ・ガスリーですね。ウディ・ガスリー、まあカントリーのレジェンド。はい。まあ入るよね、この人もね。まあボブ・ディランの直接のルーツだし。27位にレイ・デイビース入ってきました。キンクスですね。キンクス関連でランキングこういう位置は初めて見た。うん。めちゃくちゃ上位。ピート・タウンゼンドよりも上ですよ。まあ、この人でもやっぱもう、ねえ、本当に印象で言うとさ、まあ、浅いところだけど、やっぱソングライティングすごい人っていうのがあるもんね。なんかもうそういうイメージで通ってますもんね、この人。でもこのリスト見るとやっぱすごいですよ。まあ、ユーリアリー・ガットミー。まずこれがすごい。もうすべてのガレージロックやってる人たちがなりたい、やりたい曲でしょ?それでね、オールデイ&ザ・オール・オブ・ザ・ナイト。もちろんそうだし、ちょっと切ない方面で言うとだから、
ね、渡るサンセットとかさ、そういうのもいけるわけじゃないですか。サニーアフタヌーン、ローラ。もう上げてたら聞いないですね。ウェルリスペクテッドマンとかさ、そういうちょっとなんか、恋愛系じゃない、歌詞をロックに持ってきたっていうところでも、まあ、かなり早い時期。もうビートルズとほんと前後するぐらいの時期にそういうのやってたりとかね。結構そういうところすごいんだよね。はい、続いて26位、ジェームス・ブラウン。作曲家としてのジェームス・ブラウンっていうのはなかなか、なんだろう、スポットライト当たらない側面かもしれませんね。フロントマンとして、あるいはこのファンクっていうところのそのなんか発想の部分みたいな、そういうところに結構ね注目がいくと思うけど、ソングライターとしてもまあ面白いですよね、普通に考えて。まあ特にでもソングライティングとして面白いのはやっぱ初期、なんかこのファンキーなフックがあってちゃんとポップスとしておもろいみたいなのが、やっぱ当時そういうのはなかったわけじゃないですか。パパズガッタブランドニューバッグとかさ、そういうタララ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 ラチャーンとかさ、ああいう発想だよね。この人面白いのね、納得です。はい。そして、ランディ・ニューマン25位入ってくるんですね。シンガーソングライター。まあ、めちゃくちゃ有名なところで言うと、トイ・ストーリーのね、イントロっていうか、まあ、テーマ曲やった人ですけど、うん。まあ、この人でもずーっとキャリア長くて、60年代から、それこそ、スリードッグナイトとかさ、そういうバンドに曲提供とかしてて、ヒット出してて、個人の方でもね、ソロもやってて、そっちもめっちゃ評価高いですね。まあ、なんか、ソロの方は評価すげー高いけど、結構クロート好みな感じもするけど、地味めなアレンジが多いっていうか、うん。まあ、この人は本当にでも、いい曲書くもんな。はい、続いて、エルビス・コステロ、ここなんだ。エルビス・コステロ24位ってすげーな。ちょっと、マジ予想してなかった。ねえ、ポール・マッカートニーがもうパートナーとして選ぶぐらいの人だしな。なるほどね。あ、そして23位、ロバート・ジョンソン入ってくるんだ。作曲家としてのロバート・ジョンソン。これ面白いですね。まあ、もうブルースですよ、だから。モチーフがさ、もう言ってしまったらほとんど3コードなわけでしょ？ねえ。俳句みたいなもんだよね。だからね。フォーマット決まった中でどんだけソングライティングで面白いことやるかみたいな。まあでも、そっか、面白いな、これを23位に置くっていう考え方もね。ま、なんだろうね。カインドハーテッドウーマンの途中のなんか、ジャーン、ダダラダンダン。なんかブレイクのところとかさ、なんかああいう、結構ブルースとしてもあんまり聞いたことない展開実はあるしな、確かに。あんまりでもちょっと、そういう風に捉えたこと、なかったからなんかちょっと今いろいろ気づかされた気がします。ちょっともう一回そういう視点で聞いています、ロバート・ジョンソン。バン・モリソン入ってくる。なるほどね。バン・モリソンなんかローリングストーンだと高いな、いつも。ねえ、この人こんな位置なんですね。結構意外なの続くな。ねえ、この辺に来て。21位、ルー・リード。確かに作曲家としてのルー・リードものすごいわ。まあ、詩だよね。詩が超パワフルだもんね、この人。なんかすげえ小難しいメロとかコードの動きするっていうよりは、もうシンプルでなおかつもうめっちゃいい詩で、もう最高の素材でね、シンプルに料理するって感じの人ですね。確かにこの人も作曲家としては横綱ですね。続いて、ね、ジェリー・リーバー&マイク・ストーラー。リーバー&ストーラーって言いますね、彼ら。はい。もうロックンロールの初期のヒット曲めちゃめちゃ書いた人。エルビスの監獄ロックでしょ？コースターズのイエキティアックとかさ、ドリフターズのオンブロードウェイ。ね、もうすごいですよ。もうこの辺、本当にもうめちゃめちゃ書いてると。続きまして19位、エリー・グリーン・リッチ&ジェフ・バーリー。この人らはもうだから、あれですね、作曲パートナーシップみたいな感じですね。まあ、有名なとこで言うと、だからもう Be My Baby ですよ。ロネッツの。ね、ブライアン・ウィルソンもね、もう狂わせてしまった。はい、フィルスペクター関連が多いね。クリスターズのね、電飛キストミーとか、はい。シャングリラズにも書いてますね。ガールグループが多いね。だからね、リーダーオブザパック。はい。まあ、ちょっといい曲書きすぎということで、19位。続いて18位、プリンス。ね、入りますね。作曲の方で言うと、マイケルよりだいぶ上の方だったな、今回は。まあ。毎回マイケルとね、比較する必要もないんだけどね。うん。この人やっぱだからもう本当にフルパッケージの天才ですよね。曲書かせてもまあ本当にすごいもんな。まあやっぱり Wind of the Cry。本当にすごいです。はい、続いて17位、ニール・ヤング。ニール・ヤングのもうなんかいい作曲家感。半端ねえな、マジで。この人は強いよね。でも17位なんだ。17位でもう、このレベルの名前出てくるんだね。ちょっと、上楽しみですね。16位、レナード・コーエンがいた。いやー、レナード・コーエンとかまさにこういうリストのためのアーティストだよね。もう作曲で勝負っていう感じのね。
他の要素っていうよりも僕は曲なんですよって感じのね、人だよね。詩に関してはもうトップレベルじゃないですか、もう全アーティストで。ボブ・ディランとかもちょっとレナード・コーエンと競えって言われたら嫌なんじゃないかな。この人は本当に歌詞カード見ながら聴きたいアーティストですね。はい、そして、エディ・ホランド、ラモント・ドジャーでいいのかな、アンド・ブライアン・ホランド。これは、まあ、モータウンのヒット曲、ね、一番書いてた人らって感じですね。3人組。間違いなすぎます。はい。続いて14位、ブルース・スプリングスティー。なるほど。確かにこの人すごい。この人も結構何の種類でもいけるもんな。作曲。14位ってものすごい位置だけどね。ニール・ヤングよりも上なんですね。ローリングストーン好きだよね、ブルース・スプリングスティーン。てか意外と、なんかあんまり議論されることないけど、実はなんか最近ですけど、俺ブルース・スプリングスティーンってスモール・イン・ジャパン、ビッグ・イン・ジャパンの逆で、ちょっと日本で人気他と比べてないのかなって思っちゃうな。それぐらいアメリカでもイギリスでも評価高いもんね。14位ってすごいことですよ、だって。そして13位にハンク・ウィリアムス。なるほど。こんな高えんだ、この人。これはちょっと、日本的な感覚だとあんまピンとこないかもっすね。どうっすか？俺だけですかね。13位に置こうってあんまりならない気がするな。いや、いい曲、めっちゃ書きますけどね。あ、そしてブライアン・ウィルソン12位ね。なるほど。ブライアン12位なんだ。ブライアンの作曲、ちょっと芸術的すぎるのかな、ある意味。俺はもうブライアン・ウィルソン最強だと思うんですけど、ちょっとやっぱ、マジで音楽好きな人が好きな作曲家って感じなんですかね。12位だと。全然トップ5とかでもいいと思うんだけどね。1位でもいいと思うけど。続いて、ボブ・マーリーね。まあ、ボブ・マーリーはまあ入るよね。めちゃくちゃ、いいもんな。普通に。詩がいいですよ、この人は。曲ももちろんいいんだけどね。ワン・ラブとかさ。なんかめちゃくちゃ覚えやすい歌詞多いよな。ゲットアップ、スタンドアップとかさ、天から神様やってきて、みたいな。スターイットアップとかさ、ね、ノーウーマン、ノークライとか。めちゃくちゃ歌詞のインパクト強くないですか、この人って。そういうことができるっていうのは、実はかなり能力ですよね。10位、スティービー・ワンダーですね。もう間違いなすぎる。もう、最強の一角ですね。というかもう最強の一角に毎回入ってくんな、この人。どのジャンルでも。もう本当に最高の天才ですね。もうこれはね。はい。説明不要。続いて、9位にジョニー・ミッチェル。なるほど。この人もすげえわ、でも。この人のメロディーの動き方とかマジで、本当にすごいですよね。どういう脳みそしてたら浮かぶんだろうなって思う。本当に。そして、あ、ポール・サイモンがいたね。8位。確かに。こいつはいい曲書きますもん。ね。こう書いてあるのちょっと読みますか、じゃあ。今一度。サウンドオブサイレンス。ね。ミセス・ロビンソン。ブリッジ・オーバー・トラブルド・ウォーター。いや、この曲は本当にすごいね。ブリッジ・オーバー・トラブルド・ウォーター。これもうさ、ほとんど、イエスタデイとかイマジンとかそのクラスの曲だよね。本当に。まあ、納得この人は。8位。はい。そして、7位にね、キャロル・キングと、そして、旦那さんですね、ジェリー・ゴフィン。このもう、作曲パートナー系の、なんか、ブリル・ビルディング系っていうかさ、そういう系だったら、まあ、この二人がもう、最強なんじゃないですか。キャロル・キングはもう、ソロとしてもね、めちゃくちゃ実績あるしね、納得すぎる。そして、この写真めちゃくちゃいいなぁ。若っ、みんな、二人ね。キャロル・キングとジェリー・ゴフィンと、そして、ポール・サイモンですよ、真ん中。すげえ写真。ニューヨークのユダヤ系の若者3人。天才、若き3人ですね。続いて、6位、ミック・ジャガー、そして、キース・リチャーズ。こう、2人並んで入ってますね。6位。なるほどです。まあ、作曲家としてもすごい。ストーンズの作曲ね、シンプルだけど、やっぱめちゃくちゃ面白いですもんね。あと、ミック・ジャガーの詩人としての評価、もっとみんなちゃんとしてほしいと思う、俺は。言葉の感覚めちゃくちゃ面白くないですか、ミック・ジャガーって。結構ね、なんか、変わった詩なんだよな、ミックって。はい。そして、なんか俺一個言いたいんですけど、この二人ってあんまり分けて考えられることないでしょ、曲作りの面で。でもミックだけで作ってる曲とか、キースだけで作ってる曲とかもあるわけじゃないですか。そこをなんかもうちょっと俺は掘って、なんか研究したいんですよね。はい、続いて5位、スモーキー・ロビンソン。なるほど。スモーキー・ロビンソンもね、ここに書いてありますね。なんかよく聞く、発言だけどね、ボブ・ディランの発言で、もうスモーキー・ロビンソンがもう、もう、現存する最高の詩人であると。はい。詩人としての評価高いんですよね。そこ面白いよね。もう、ボブ・ディランにでもそれ言わせるってすごいよね。マジで。作家としてもだからさ、テンプテーションズのマイガールとかさ、ゲットレディとか書いてるわけですよね。まあもう鉄壁のキャリア。4位にチャックベリー入ってきました。
ね、作曲家としてのチャックベリー面白いですね。まあでも本当にだからなんだろうね、ブルースのあのノリをさ、早くしてギターでデレ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 ってやってね、楽しいポップス歌うっていう発想がもう本当にエジソン並みの発明だと僕は思ってるんで、まあ入ってきますよね。詩人としての評価も高いですね。楽しいもんねこの人の曲ね。なんかあのね、田舎から兄ちゃん出てきてなんかあのね、ギター弾いてみたいなさ、本当になんか共感できる内容っていうか古くなんないですよね。Play the guitar like a ringing a bell とかさ、鐘を鳴らすぐらい簡単にギターを弾くんだみたいな、もうああいうところのあの言葉の運びとかやっぱすごいと思うんだよね。もうシンプルだけどめっちゃキャッチでポップで歌いやすくてみたいな。なるほどね。4位、はい、ここまで来てトップ3です。残りあのだからジョンとポールどっちが上なのかってちょっとね、まあ横島な、ね、欲求ですけども気になってしまいますね。あ、3位にジョン・レノン入ってきた。なるほど、そういうことか。ポールとボブ・ディランの争いか。ジョン・レノン3位ね、ポールより低いんだ。なるほどね。ボーカリストだとジョンが上だったけどね、ローリングストーン的にはそういう捉え方なんですか。まあね、まあそこはもう本当に優劣ねつけれないと思うけど、うん、なるほどね。まあジョン・レノンの作曲もう今更語るのもねあれなんだけど、うん、まあ3位納得ですね。ポールと逆でもいいと思うけどね。はい、はい、続いて2位ポール・マッカートニー。なるほどです。この人はまあね本当にもう神様ですねはい、絶対にこういう位置だよね、作曲家で論じるんだったら。はい、間違いなすぎる。そしてじゃあ1位にボブ・ディランなんですね。ボブ・ディラン勝つか、ビートルズの2人に。まあボブ・ディランね、まあ間違いない。これはもう本当に。名曲書きすぎです。ボブ・ディランさん。はい。はい、ということでね、作曲家ランキングトップ100、まあ50。はい、見ていきましたけど、いかがだったでしょうか？うん。ちょっとなんか古いのが多かったね。でもね、なんかもうちょっと新しいの上の方に入ってる意欲的なランキングも見てみたいかなと思いましたね。まあカートの順位とか明らかに低いと思うしね。ちょっと、まあでも面白かったです。なんかあんまりないね、角度だったんでね。うん、まあ皆さんの好きな、ソングライター、コンポーザーね、ぜひコメント欄で教えてください。そんな感じで。それでは、